旭化成建材の食い打ちデータ改ざん問題で、国土交通省は旭化成側に対し、今日までに全国3040件分の調査結果を報告するよう求めていましたが、データ改ざんに関与した現場担当者の人数が50人規模に上ることが分かりました。国土交通省は旭化成側に対し、過去10年間に旭化成建材が食い打ち工事をした全国3040件分の調査結果を今日までに報告するよう求めていました。旭化成側は今日午後、国土交通省に赴き結果を報告しましたが、一部の調査が終わっておらず、報告されたのは2000件程度とみられています。データ改ざんをめぐっては、過去10年間で改ざんに関与した現場担当者の人数が50人規模に上ることが関係者への取材で明らかになりました。さらに旭化成はこれまで3040件の1割にあたるおよそ300件でデータ流用の疑いを把握していましたが、元請け業者からの指摘で新たに10件以上で流用の疑いがあることが分かったということです。建築物の安全性確認について早急に行うよう、改めて旭化成建材に対して指示するとともに、地方公共団体に対して要請することとしております。今後この安全性の確認を加速化し、住民や利用者等の不安払拭に取り組んでまいります。石井国土交通大臣は今日の会見で、引き続き安全性の確認を急ぐよう強く求めていく考えを示しました。旭化成と旭化成建材は調査結果について午後6時から都内で会見を開き説明しています。